クリスチャン・マーカリー・クリスチャン・マークレイは作曲家、視覚芸術家。自らをレコードプレイヤーと名乗る。ターンテーブル演奏のパイオニアである。しかし現代のヒップホップ等のそれとは全く異なっている。00年代の後半以降、おそらくザ・クロックの横浜トリエンナーレにおける公開頃から、クリスチャン・マークレイより、クリスチャン・マークレイの表記が増えている。 1955年、アメリカ・カリフォルニア州サンラフェルに生まれる。70年代後半にヒップホップとは違う文脈で、レコードとターンテーブルを演奏し始め、最初はミュージシャンとして有名になった。基本的には、即興でレコードに記録された音楽をコラージュしたり、効果音的に利用したりする。80年代以降、視覚美術に類する作品も制作し始め、 レコードを素材に用いた作品、モザイク、ミラン・ニザ、ブロークン・ミュージックのように何枚かのレコードを分割して一枚に貼り合わせたものだが溝を合わせずに組み合わせたものを制作した頃を境に音や音楽にまつわる視覚美術の制作活動に重点を移しサウンドアーティストとして有名になった。さらに90年代以降はいくつもの重要な 映像作品を手掛けており、クロックが2011年に第54回ベネティア・ビエンラーレキンシ賞を受賞するなど現代美術の作家として評価されている。ありがとうございます。